違う、こんなの初めて。気持ちいい。創世合体、叫べアクエリオン。僕は夢見ている。滅びないものが、永遠のものがどこかにあるのではないかと。この世界から決して消えることのない何かがあるんじゃないかと。僕が黒の竜と契約してニルカムイという島を訪れたのは、教えていただけませんか。2年生のアンナ錦の宮と申します。行きましょう。幸せロードです。いくら小さいものが好きだからって、ついに犯罪者に。迂闊に近づいちゃいけない。野生動物と同じだ。ぶち殺すぞ。昨日京子さんが京子さんで、京子さんだから。私のせいか。たとえ私が180センチになっても、俺のちっちゃい先輩は先輩だけですよ。ページをめくる風が吹く。その日、初めて退屈じゃなくなった。夏の庭に犬の吠え。少年、災難だな。今のまま生きてても仕方ないですよ。こんなところ二度と来ちゃダメだ。ゲームスタートだ。運命の神は6人の勇者を選び出す。この中に一人敵がいる。場所だからね、この街は。手繰ったのは普通、
戦死した人間をそれと確認するためのもんだけど、私より優秀な人気使いはいません。同期だな。片付けるぞ。俺は荒神を倒すためにゴッドイーターになったんだ。こんな状況を覆してやる。